わざわざご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。また懐かしのシリーズ、今回はカムイやっていきましょう。さあ、音楽これなの？あれかな、著作権の関係かな。音楽がね、通常のなんかすげえ普通にモンスターストライクの音楽なんだ。え、マジで？そこら辺はちょっとコラボなんだからねえ、コラボの音楽流してほしかったな。まあいいや、やっていきましょう。ちょっとショックだな。で、こっち一応ね、今回編成2020バージョンということで、当時いなかったキャラを全体使用させていただきます。真田獣神化会。真田ね、当時獣神化しかしてたんだけど、あのこの超 AGB じゃなかった、挑戦系は持ってなかったし、ワープも持ってなかったんで、まあ、完全にね、当時は適正枠に入ってなかった。ワープ持ってないからね。なんだけど、この、現環境の、挑戦系持ちだったら多分、神楽より強いんじゃないかなってことで、今回やらせていただこうと思います。いや、きついな。で、友情枠でエクスカリバー。エクスカリバーはね、強いか弱いか分からんけど、まあ、このクエスト別に友情が入らないことはないし、重力も張ってない時あるから、全然活躍しないってことはないと思うんだよね。まあ、だから、ね、友情枠でエクスカリバー。そして私が今一番期待してるのは、こちら。あ、じゃあ真田じゃない。真田も期待はしてるけど、シンジ&レイちゃん？あー、逆言っちゃった。でも、エクスカリバーの友情が入る。あー、弱点当たんないとやっぱ削んないか。そう、貫通タイプで超 AGB 持ちで、友情コンボが弱点ロックオンだから、単純に強いと思うんだよね。まあ、そんな編成でやっていこうと思います。はい、処理完了。まあ、この編成だったら多分ね、当時よりもだいぶ楽にクリアできると思うから、勝てると思うんだけどね。そしたら、これはあれか、また魔導士とセットか。先に魔導士やっぱ優先かな。魔導士倒してあげて、おい、嘘、ミスった。すごい。普通にミスった。魔導士倒してからか。って言ってミスったけどさ。ただこれ、カムイが弱点出てるから、これ結構入んじゃない？もしかして。あー、でもそこまで大ダメージは稼げないな。うん、言うほどじゃないとこのことだ。で、雑魚も回復かかるから、ちょっとめんどくさい。できれば、同時に全部倒したい。よし、反対側も。いや、惜しいな。ちょっとこれまずいぞ。待って、攻撃やっぱ多分死ぬ、こっちが。なんとかなんねえか。でも攻撃アップしてっけど、殴られなかったから OK でしょう。でね、真田さんカウンターキラーもらわないとね、やっぱ倒せないね、魔導士を簡単には。お、エクスカリバーいいじゃん。そう、エクスカリバー、ちょっと素晴らしいのが、バリア持ってるから、友情ロックされないんだよね。これは嬉しい発見だね。触って友情拾っていこうか。はいはいはい、削れる。いいじゃん。おっと、ここでしかも超レーザーバリアが生きると。これ結構いけそうじゃない？バリア破壊してあげて。確かにカムイってね、ボスからのね、バリアが確かすごかったんだよね。毎ターンプロテクションバリア入んなかったっけ？もう手遅れさ。お前の知ってる兄貴なんて、もうどこにもいない。いや、音楽がこれか。まあまあまあ、しょうがねえか。ね。うん、やっていこう。とりあえず、友情拾ってみようか。価値がね、倒せないからな、この編成だと。どうしたもんかな。多分弱点一回叩いてから、まずどっちかの友情拾えば倒せると思うんだけど、処理していこう。あ、いい、普通に叩いて。オッケー、いいよ。ワンセット持ってった。ただ、さっきみたいにカリバーさんで処理するのは厳しいかな。重力2枚なんだよね。だから 3P が拾いやすい位置に、ここでいいか。縦軸で動くから、ここでいいや。これで、
右回りで同時処理を狙っていこうと思いますと。よしよしよし、さらに友情で稼いでいく、いいね。田中さんやる気ありすぎ、やる気あるけどそれ分叩けないんだよね。まあまあよしとしよう。でも音楽がなんかな、なんかちょっと違うんじゃないかな。貫通タイプを生かしていけない。ごめん、普通にミスった。ちょっと今、何も言えねえ。で、これで超、カウンター系もらったから、ちょっと打ってみるね。どんぐらい削れるかによって、どう打っていくか決まるから。で、本当はね、これボスから触りたいんだけど、ボスってどうなの？バリア判定を拾っちゃうのかな？弱点叩けてねえし。これもし仮にさ、弱点じゃない。バリアに対してのカウンターキラーの場合どうなるんだろう。カウンターキラーじゃない。最初に触れた種族。さすがにそれを味にしてくれるのかな。いやー、もったいないことしたな。残り4ターンでしょ。これ、やばない？なんか負けそうな気がするけど。それ友情拾ってこ。多少でもダメージ入るし。ただ、だいぶきついぜ。あ、思い出した。そう。逆サイから回るんだ。逆側から回って、叩いて、加速して、まだ。もう一回。いや、もう一回行きたかったな。でも行けそう。残り2ターンで、さっき見せたけどね、ここで貫通タイプを見せるときに来た。いけるか、2フレしたいよね、やっぱ。単純にこの角度でいけるかな。おー、さすが超 AGB 持ち。さあ、これは突破できたでしょ。あと多分ね、友情本も拾えばいけそうなんで。やっぱ時代だね。オッケー。はい、突破。ただ音楽はちょっとな、気合の入り方がまた変わってきちゃうからな。そこはさ、ほらね、台湾版でとはいえ、仮にもね、銀魂のキャラクターが出るんだから銀魂の音楽を流してほしかったね。で、これ、魔導士いけそうじゃない？まあまあ、1体でもいいや。で、上の子ちゃんを倒したいけど、多分回復する感じだしな。どっちに弱点だ？横だっけ？ちょっと覚えてないな。横だね。合ってる。いや、惜しい。で、シンジ君で倒していきたいんだけど、これ狩れば拾ってきますね。絶対拾ってった方がいい。いやー、やっちゃった。てか、めちゃくちゃ回復してるけど。あ、さ、こいつバカみてえに勝てんだ。いやー、SS、使うべきここだったか。カウンターキラー今もらってるから、さっきよりは全然削れるはず。よし。さ、こっからね、単純にボス削り。まあまあまあ、6ターンあるし、いけるでしょう。ただ、このプロテクションバリアはなかなかいやらしいよなー。よく考えてる、本当に。これでね、絶対的に真田を拾っていけるから。多分、友情で解けんじゃないかな。加速する。逆に行っちゃうか。ちょっと違ったね。これ、ただ左右だよね。左右だから、これ単純に横間いけんじゃないのかな。おお、強い。ちょっとずれちゃったけど、そっか、下か。まあ、十分。あとは友情拾ってちょいでしょ。いや、弁財艦隊やりたかったな。日本版でもね、ちょっとこういうのやってほしいよね。トグロとか。今、トグロやったらすげえ楽しい気がする。当時ゲロ吐きそうだったけど。さあ、ラスゲ、楽しんでやっていきましょう。カリバーも SS 残ってっからね。ただ、エクスカリバーの SS はどこなんだろう、生きるのかな。一応、真田さんは、スラビ重力だから飛ぶけど、これ上3体だっけ？え、きつくね。初手 SS で処理した方がいいか。
多分ボス削りでは強いけど、そこまで超強くないと思う。いやー強いか、どう考えても強いわ。やめとくわ。そうだね、真田が次動けるからここに置いとこうか。ここ置いといてあげて、友情コンボ拾いがてら、で下に多分放電も多少入るでしょう。逆だったね。まずいな。さあ下の魔導士何してくんだ。おっと攻撃アップ、それまずい。そっか君そういう役目か。全部処理すればいける。これでキラーもらって、おっと入れ番は予想外なんですけど、無理なんですけど。おお、すげえ痛い、すげえ痛い、すげえ痛い。さっき使っとくべきやったな。これよっぽどおしゃれに打たないと勝てないな、もう。おー超レザーバリアが生きる。でちょバリアだけど大きめに動いてみるか。はい、おー一発が入った。一発がでかい。あ、神楽ちゃんはね、こっからさらに続きするのが強かったんだけど、これは十分だろう。4ターンって超レーザーバリアがめちゃくちゃ強いんだけど。はいはい、貫通タイプいい仕事する。カムには回復かかんないからね、このまま削っていけばおのずと倒せるでしょう。いやー楽になったね。でも当時より全然。カリバーさん、あの SS、 まあ使いどころはちょっと違ったけど、友情で結構削ってたからね、なんやかんやいい仕事はしてくれてる気がする、まあ、こういう時はできること少ないけどね。味方の近くに置いて友情拾いやすいようにして。はい、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。台湾版もこうやってやってると得はあるね。日本版ではできない過去のコラボクエストの挑戦。いやーみんないい仕事したわ。ただごめん、最初に冒頭でカグラいらんとか言ったけど、カグラの方が強かったかもしれん。 SS が優秀すぎたかな、あの子は。まあ、こんな感じでございます。それじゃあバイバイ。